ヨアニナは、ギリシャ共和国、イピロス地方の都市であり、その周辺地域を含む、基礎自治体、イピロス地方の主婦であり、ヨアニナ県の県都である。パンボティサ湖の西側にある都市で、都市圏の人口は約10万人である。ヨアニナとも表記される。また、ヤニナ、ヤネナとも呼ばれる。ギリシャ語以外の言語では、以下のような名を持つ。ヨアニナの街は、 アテネから 450km 北西、テッサロニキから 290km 南西、イオニア海に面するイグメニツァ港から 80km 西の位置にある。初めてヨアニナ県に人類の存在が確認できるのは38000年前の旧石器時代であるとされている。その証拠にカクトリザの洞窟内でいくつかの石器が発見されている。ヨアニナは6世紀に 東ローマ皇帝、ユスティニアヌス大帝によって建設された。ヨアニナの名称は、ヨハネの老意味し、その由来は一説によると、ヨアニナの町はヨハネが守護する地域にあったからという。527年には、シン・エブロイアの町の建設についてを叙述した、歴史家プロコピオスが、ヨアニナに初めて触れている。しかし、ヨアニナという名称は、七十九年の、 公会議の議事録で、ヨアニナ主教ザカリアスが、初めて言及している。サムイルの時代になると、ヨアニナは、ブルガリア帝国の統治下に入った。1020年には、バシレイオス2世の皇帝直書の中で、ブルガリアオフリド大主教管轄下の主教座として、ヨアニナの名前が言及されている。1082年に、ヨアニナは、 タラントコボエモン指揮下のノルマン人によって征服された。ボエモンはアレクシオス一世、コムネノスの攻撃を防ぐため、ヨアニナの城壁を修復させた。13世紀に入り、エピロス先制広告が建国されると、ヨアニナは首都であるアルタの次に重要な都市となった。建国者のミカエル一世、コムネノス・ドゥーカスは、第4回十字軍やその後のイヴァンアセン2世による、 コンスタンティノープルの陥落によって発生したビザンツ人難民を国内に入植させた。1318年には地元の貴族と東ローマ人難民は独立し、同年アンドロニコス2世、パレオロゴス統治下の東ローマ帝国の属国となった。そのすぐ後、東ローマ帝国やブルガリア帝国よりもその頃広い、 領土を保持していたセルビア王国の続国となった。また、東ローマ帝国は、ヨアニナに、行政、経済、宗教における、様々な特権を与えた。こうした特権は、セルビア王国時代にも引き継がれ、15世紀以降、ヨアニナの経済と文化は交流した。ヨアニナは、経済、文化の中心地となったために、東ローマ帝国時代には、知識の中心と呼ばれた。 1367年に、セルビアのトマ・プレリュボビチがヨアニナの領主となり、エッソード・ボンデル・モンティ、カルロ一世特攻が続いた。1430年に特攻が死亡すると、オスマン帝国はヨアニナの数々の特権を認める代わりに、ヨアニナを支配下に置いた。この出来事は、シナンパ社の規定として知られ、カラシナンパ社がこの条約に署名したことによる。 1611年のラリッサ主教、ディオニシオスオフィロソフォスによる農民反乱で、ヨアニナはかなり衰退した。この反乱によって、キリスト教徒住民に認められていた特権はすべて、なくなった。そして、キリスト教徒住民は、城から離れた地域に移住させられ、代わって、トルコ人やユダヤ人が城壁内に移住した。この逆風にもかかわらずヨアニナの町は元に戻った。 ヨアニナの住民は商業や生産活動を続けたためにベネツィアやリボルノといったヨーロッパの重要な中心地と貿易することができたのだった。それらの町にはヨアニナの商人が商店や銀行を設立したりもした。また同時にヨアニナと緊密な経済的知識的関係を維持し寄付を行い教育を確立した。つまり彼らはヨアニナに 大きな恩恵を施したのであった。ヨアニナの経済の発展によって、町は文化的活動も盛んとなった。17.18世紀の間に、エピファニオスや、グマス、バレネロス、マルツェア、ゾシメアといった多くの重要な学校が設立され、ビザンツ帝国の長い伝統を引き継いだ。17世紀には、ヨアニナはその人口と商業活動に関して繁栄した町だと、 フランス人旅行者、ジャック・スポンやオスマン帝国人、エブリア・チェレビはそれぞれ伝えている。エブリア・チェレビは、ヨアニナを訪れた1670年に、街には1900の商店、工場及び4000の家があった。1789年に、ヨアニナは、アリー・パッシャの統治する、北西ギリシア、つまり、テッサリア、エビア等の一部及び、 ペロポネソス半島といった領地の中心となった。アルバニア人領主のアリーパシャは、18世紀に、最も勢力のある人物の一人であった。テペレナに生まれた、彼は、ヨーロッパの重要国の君主と、外交関係を維持し、宮廷は、ギリシア独立戦争で有名になる、ゲオルギオスカライスカキスやオデュッセアス・アンドルツォス、マルコス・ポツァリアスなどの人物の注目の的となった。 アリーパシャの統治時代は、ヨアニナにとって最高に、経済、知識が発展していた時代であった。この時代のヨアニナを表した追句として、ザシティワ t y ファーストインアームズマネーレターズと言われた。ギリシア独立戦争が始まった1821年に、アリーパシャがオスマン帝国に対して、反逆を宣言すると、ヨアニナはオスマン軍に包囲された。 二年後に、アリー・パシャはスルタンに許しを請うために待っていた古城の島の教会で暗殺された。1869年にヨハニナの大部分が火事で消失した。しかしながら、地方行政官のアフメド・ラッシュム・パシャの個人的興味のおかげで、市場はドイツ人建築家ホルツによる計画に沿ってすぐに再建された。ヨハニナ出身の外国に住む人々は、 町の教会や学校や他の豪華な建物の建設に融資することに積極的であったのである。バルカン戦争が終結した1913年2月21日にヨアニナはギリシャに編入された。キド戦争の後に町のトルコ人は去り、小アジアからギリシャ人難民が移住した。1943年にはナチスドイツが ヨハニナのユダヤ人共同体を追放し、その船員の大部分を殺害した。古城アスランパシャモスクヨアニナで最も人気があるのはパンボティスコに浮かぶ小島である。岸から島へは小さなモーターボートで片道15分である。春と夏は30分ごとに1本以上であり、秋と冬はそれ以下、と季節によってスケジュールは異なる。島には アリー・イッパシャが殺害された場所である、モニ・パンテレ・モノス修道院がある。そこは、博物館に変えられていて、資料や絵画が展示されているだけでなく、アリー・イッパシャの今などが再現されている。他にも、島には土産物屋や、酒場、教会やパン屋など見るべき場所はたくさんある。ヨアニナの住民でさえ、島に、デコギボート付きの家を持つ者もいるのである。植物を見ると、 ヨアニナには、がっしりしたいい匂いのする、松の木が生息しており、多くは、町の中で、特に古城や、要塞の付近に見られる。迷路のような城の道は、行き止まりや感情になっているものが多く、言い伝えによると、海賊を混乱させるために設計されたようである。ヨアニナは、フェタチーズの生産で有名である。またザゴリの湧水も有名であり、ギリシャ全土で販売されている。 また、ヨアニナは、銀座区でも知られる。ヨアニナには、総合病院と、大学病院の両方があり、ヨアニナ大学の本部がある。ヨアニナ大学は、町の5キロメートル南にあり、17学部、学生数は2万人である。また、イピロス技術教育大学の学部もいくつか、ヨアニナに置かれている。ありがとうございます。